拗ねてるんだ。さっちゃんさっきから活躍してるじゃないかね、ハウリングで。悔しい。そんな怒られましても。ちょ、さっちゃん顔。顔も戻ってくるということで、はい、初音ミク姫のところに行きます。さあみんな無事かい？どうぞ姫の部屋へ。また助けてくれたみたいだね。いやー、それほどでも待って、入れてなかった。お、王様がおらん。てか椅子ごと移動しようんやね。ちょっとびっくりした。はい、嬉しい。よかった、よかったよ姫。戻りました、ありがとう。またまた助けてもらったな。お先に、お先じゃない、お礼にこれを受け取ってくれ。お、1500ゴールドゲット。もっと奮発してくれていいけどね。ニートもよくやってくれたな。お、いえ、僕は何もしていません。いやいや、わしは見ていたぞ、そなたの勇気ある行動な。その勇気をたたえて。ニートよ、姫との交際を認めよう。おお、嬉しいや。初音ミク、ニート。いや、しかしそこで父親の前でそんな寸劇を始めるのは違うと思うよ。めっちゃうるうるしてるニート。いいね。だってゆうかさんめっちゃ泣いてるんやけど。それにしてもウィスパー王子め、本当に格好悪いの。むしゃむしゃ。お、いる。う、悔しいよママ。ママ。デレデレじゃねえか。これはこれでどうなのよ。ニートと一緒にいられて幸せです。初音ミクは僕が守ります。いや、しかしニートはちょっとどうかと思うよ。名前じゃなくてね。その身分的なもの。結婚したらここの王子になるんかもしれんけど。いろいろ世話になったな。大魔王のこと任せたぞ。むしゃむしゃもぐもぐ。食べすぎ。大魔王は隣の国に向かったらしいの。むしゃむしゃもぐもぐ。内容だけを伝えてくれ。王様を伝えるため体の鍛錬は欠かせません。腰を痛めたら大変ですからね。この人たちは王様を支えることしか考えてないのね。よし、ということで、あ、どこだ、こっち。お、宝箱ちょっとゲットして行ってこうか。行くかー。犬撫でたいな。あと少しだよ。あと少ししたら撫でれるの。頑張って行くぜ。え、でもこれ上にどうやって行ったらいいんかな。下、ここ下に行けばいいってこと。だってね、前回上に向かって行っとるけどダメやったけん。はい、開けます。ゲーム券を3枚ゲット。さあ、そして暗くなってきた。宿屋でゆっくりしたいね。じゃ、倹約にならないで。旅の疲れで倹約なムード。あ、ここでびっくりマークが押したい。なかなかちょっとね、くそう。結構頑張ったね。いや、アイナのそのね、鉄の甲冑ピンクのやつめっちゃいいわ。めっちゃいいわ。めっちゃ寝てる。はい、続けていきます。そして料理をお任せでどうぞ。さあみんなどうだい。お、今回は全員ちゃんと満足げやね。よかったよかった。
さあ、そしてゲームコーナーでルーレットをお願いします。ここは泡立てマイクかな欲しいのはギリギリ手に、あーでもこれは MP 飴だね一番いらんやつやね。まあ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 、あって損はないけどね。はい、そしてお小遣い、また結構手に入ったけん、どうやろ。ブロンズの鎧買っておいで。よし、オッケー。でも次912ゴールドしかないけん、ちょっと無理かな。どこが変わった。あ、マントの部分かあ、わかりづらい。どうやろう。じゃあ緑で、なんか後ろ向いた時ちょっと違うような気がするちょっと思っとったんと違うような気がするぞ。1300ゴールドか、まだだな、まだダメだな。はい、それじゃあ出発。さあ、それじゃあ物語が、アイナさんお待ちください。誰？お、田中さん、どうも。はあ、はあ、最小城の兵士田中裕二です。この先が隣の国隣のです。どうぞお気をつけて。では私は城に戻ります。失礼します。それだけ？それ伝えんといかんかった。なんかとりあえず場所は伝えんとなんかいかんみたいなあるんかなわからんけどはい、じゃあここから隣の突入、まだかなまだ国境は越えてない。これから越える感じかな。やっほー。そして440ゴールドゲット。やる気があんまり、出してひねり出してやる気をよし、いけ。もうちょっとデカめの罠をね、かけれるようにちょっと頑張っていこう。レベルアップ。おー、ちょっとびっくり。お、強っ、ハウリング強っ。いや、さすがさっちゃん、いいね。お腹減っちゃう。お腹すいた。暗くなってきた。じゃ、この辺ちょっとキャンプをおしゃべりしたいな。それでね、うんうん。じゃ、なんかめっちゃ不穏な感じやけど。誰もいない物陰から聞こえたんだって。なんで怖い話。ちょっと何が怖いよー。恨めしい声が、顔やめてー。僕の顔はどこ顔芸、ちょっとやめてってば。残ってるー。おしゃべりが盛り上がった。仲いいっすね、みんな。良きことか。やがて夜が明けたみんな疲れ果ててる。でも布団とかで寝たいよね、やっぱり。あんな地べたじゃなく。宿屋を目指して走れ走れ。まあ、どんだけ寝るんだよって感じだけどねさっき寝たからね。まあ、疲れは取れてないかもしれんけど、絶対痛いやろうし。今回はまだ罠張らなくて大丈夫？いいぞいいぞ。雲がめっちゃ散ってった。なになんで拗ねたの？何があったの急に。手抜かないで。よし、いいぞいいぞ。あー、何？混乱？混乱ですか？大丈夫？全然大丈夫やな。はい、キュア。何に拗ねてるんだ。さっちゃんさっきから活躍してるじゃないか。ねえ、ハウリングで。悔しい。
そんな怒られましても、さっちゃん顔誰だ。まだまだいけるよ。よし、みんな活躍してもらおうじゃないか。はい、宿屋に到着。助けた人が400人になったので、神の力の目覚め。HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが55から60になった。MP 振りかけ増量。MP 振りかけのサイズが25から30になった。ほっほっほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は450人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。任せてくださいまし。ほっ。はあ、魔王が。魔王が宿屋に。ああ、連れてかれ。help! help! あ、ぼっち。ぼっち旅が。服装まで。あれ?みんなは?ほほほ。困ったことになったの。そなたが寝ている間に大魔王アスムが来たのだ。笑い事じゃねえ。そして、そなたの仲間たちを連れ去ってしもうた。どこに連れて行かれたかはわしにもわからぬが、大魔王アスムを追えば仲間たちを救えるであろう。よし、追いかけよう。服装。あれ?そう、大魔王アスメ、そなたにも呪いをかけおった。そなたの戦士の力は封印されてしまったのだ。力を失ったまま大魔王を追うのは無理であろう。そなたに新しい力を授けよう。さあ、選ぶがよい。こっそり新しい職業も追加しておいたぞ。ああ、戦士が使えない。戦士が使えなくなってしまったよ。さあ、新しく増えた職業は猫、子、悪魔、科学者。科学者結構使えるなっていう感じあったよね。前回、ファーストシーズン。ファーストシーズンやってた時。で、一応、僧侶、盗賊、アイドルは、まあ、連れ去られたとはいえ、おったけん、省こうかなっていう感じ。で、あとは魔法使い、料理人、猫、子、悪魔、科学者っていう感じなんやけど、どうしよっかな。科学者でやっていこうかな。じゃあ今回は私は科学者になります。アスムと同じ道を辿っていく。第1回目のアスムと同じ道を辿っていく。科学者、科学の力を使いこなす研究者、薬とコンピューターで戦いをサポート。絶対現実の私ではない感じ。そんな頭良くないけんね。よし、それでは行くがよい。科学者、会いなよ。ほほほ。てか、科学者やけんってそういうカツラを被らなければいけないわけでは。お、一方その頃。みんな大丈夫か?うん。みんなの力は奪われてないのね。私たち一体、確か大魔王が襲ってきて、ここに連れて来られたんだ。あれ、アイナは?いないね。アイナなら大丈夫だよ。きっと助けに来てくれる。うん、そうだね。信じよう、アイナを。ああ、もう私に重い期待がのしかかっている。ということで、料理を。はい、お任せでいきましょう。一人でいただきます。ああ、もう一人の食卓とかものすごく寂しい。めっちゃお腹いっぱいになってるよ、今。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。え、もうあれやん。服装が何もない。服装が何もないよ。ってことは、とりあえず今回やめとこうかな。じゃあ、お小遣いもいらないの?欲がないな。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、職業も変わって、まあ、新規一転。ってことは、これからまた新しい仲間が増えていくということなので、
楽しみにしていてくださいます。